では選択通信のコーナーです。県では心身ともに健康で若々しく、そして憧れとなっているシニアを表彰します奈良ビューティフルシニア表彰を行っています。今回はですね、奈良市にお住まいで公園を美しくする活動などに取り組んでいる事業者をご紹介します。こちらの公園で奈良ビューティフルシニア表彰の受賞者寺尾智秀さんが活動しています。奈良市右京にある平城第三号近隣公園、現在寺尾さんを含め地域住民7人が定期的に公園の草刈りなどを行い、美しい風景を維持しています。現在82歳の寺尾さんはこの活動の中心的な存在です。どうしてこの活動を始められたんですか？自治会の、ふれあい清掃っていうのがあったんですね。それまではその仕事にかまけてて公園見てなかったんですけども、砂場にこれぐらいまでの草が生えてて、これはいかんやろうと思って20時間ぐらいかけて草を抜いたんですね。で家内に自慢したらね、もうあそこの桜に巻きつく鶴は許せんとか、それから目地の間の草は見苦しいというようなことで次々と注文がつきましてね。で撮ってるうちにだんだんとこの公園ってものすごくしっかりした設計でね、贅沢な公園だなというのが分かってきて、本当に綺麗にしたら素晴らしい場所になると思ってね、ぼちぼち始めました。初めは僕が一人でやった時は一歩前進五歩後退ぐらいだったですけども、みんなの力でね、こんな風に綺麗になってきました。そうなんですね、はい。活動は当初自分たちで購入した道具を使って行っていましたが、寺尾さんの仲間が奈良市に相談したところ、公園の美化や維持管理を自主的に行う地域の団体やグループに報奨金を交付するグリーンサポート制度が作られました。現在右京地区では面積がおよそ2万平方メートルもあるこの第3号近隣公園など3つの公園が制度の対象になっており、寺尾さんのグループが環境整備に取り組んでいます。寺尾さんについて教えていただいてもいいですか？はい、このグリーンサポートを手伝いになってからもうだいぶなるんですけれども、草ぼうぼうの公園しか僕知らなかったんで、みんな公園を避けて下の道を通って家に帰ってたのが人を通るようになったんです。でそのきっかけを作ってくれたのが寺尾さんなんですね。毎日毎日一人で草刈ってるのを見て、わこれなんかきっかけで僕もやれたらいいなというような形で入ったのがグリーンサポート。もう一つ面白かったのはこうプラタナスの木があったんです。で今見てると低いじゃないですか。であれ実は上を切ったんです。切ったことで今きれいになって、でその切った材料で実はこう私が座ってるこの木が、これが今こういう形であちこちに生かされてる。これで随分皆さん行こうってますからね。もうほとんど毎日のごとく公園であれ切るこれ切る一生懸命やってる。でそれでだん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 公園がきれいになってくる。でこんな人っていうのは珍しい人やなというね、ところからちょっとこうでじゃあ一緒にやらせていただこうかというところから、まあ寺尾さんと一緒に活動が進んでいった。でみんな仲良く好き勝手な活動しながら、それでいろんな意見交換してというね、まあ理想的な地域活動じゃないかなと思いますね。そういうふうな組織を作ってきたというふうな人ですね。寺尾さんは小学校の教員を務め、塾で数学などを教え、現在もこれまで培った教育のノウハウを発揮しています。また最近では Zoom を利用してオンラインで千葉県の子どもたちにも教えています。分かりの悪い子と思われる子は頭が悪いんじゃなくて慎重なの。例えばアメちゃんくれるおじさんはいい人やと、ね、1回くれた人がいい人だと判断したらいかんでしょ。そうですね、うん、10年くれたらね、うん、これは間違いないやろと。つまり数学も同じで、はい、そのいくつもの例を重ねていってこういう法則じゃないかなという感覚になっていくわけです。 A プラス B の2乗と、これは中学3年ですけどね、はい、これを教えるのに
小学校3年生の 13×13、 169とこうするわけですからね、はい、ここが10でね、ここが3、ここが10でここが3、 13×13 ね、これが A でこれが B でこれが A でこれが B とすればね、うん、これが A の事情でこれが AB でこれが AB でこれが B の事情と、うん、AB と AB 足して2倍の AB と表すという、うん、その文字式のちょっとだけ教えればね、小学校3年生の掛け算をこっちへ持っていけるわけです。82歳の今も精力的に活動する寺尾智秀さん、こうした活動が評価され第12回奈良ビューティフルシニア表彰を受賞しました。そして寺尾さんの活動がきっかけで始まった奈良市のグリーンサポート制度は現在177箇所の公園が登録されるなど、活動の場は各地に広がっています。こうした中、右京地区の公園では新たな展開が。一つ要請が来ているのは、ここで野菜をね販売してちょっとした音楽イベントをやろうかと企画をされているグループがおられて、でぜひとも7月近辺頃から準備も含めてねやっていこうかなと考えています。将来のこの公園について教えていただけますか。だんだんやってるうちにこう全体がねみんなでやってるうちに綺麗になってきて、でそうしてるうちにここでいろんなイベントを市の方も企画してくれてましてね、ですからそういうふうにしてなんかいろいろとこう思いがけない進展があって楽しいです。娘が2人いるんですけどもね、僕たちがこう綺麗にしてね行った時に娘がね、お父さん誇りに思うわって言ってくれました。それは一番嬉しい。一番嬉しいですね。ねえ、なんかこれからも頑張ろうって思いますよね。はい、はい、お写真で見ますとこちらが寺尾さんなんですが、お話聞きますと、奈良市右京地区でのグリーンサポートのメンバーを今募集しているそうです。興味がある方はですね、活動しているメンバーを見かけたらですね、こういった緑のね奈良市グリーンサポートって書かれたものを着てるそうですので、ぜひね声をかけてほしいとお話しされておりました。で先ほどの映像でも少し触れたんですが、寺尾さんたちが活動する右京地区の3つの公園は、公園の新たな使い方を考える奈良市の実験的な取り組みの対象になっているんですね。さあこれからどんな公園になっていくのか大変楽しみです。さて県では今年度も奈良ビューティフルシニアや明日の奈良表彰などの表彰を行います。候補者の募集要項などは7月末以降に県のホームページに掲載されます。詳しくは県庁の広報広聴課までお問い合わせください。さあ次回のテーマです。次回は明日の奈良表彰の受賞者をご紹介します。以上、千徳通信でした。